愛して愛してスクエアエニックス。こんにちは、ベンジです。ドラッグ・オン・ドラグーン2の続きをやっていきます。前回クリアしたんですけど、二つ目のエンディングを見るためにもう一周しようと思います。まあ三周しなきゃいけないんですけどね。まず二周目をやっていきます。また最初からになるんですけど、まあ分岐するところで再開します。なので多分最初の方はずっと私は一人で録画しないでやってると思います。多分最後の方で分岐すると思うんで、はい、じゃあやっていきます。スタート。ここが約束の地。そうだ、この地こそ我ら最後の到達点。時が来たぞ、ノエ。レグナー、人間のままごと遊びには付き合っておれ。この地にはもっと重要なものが眠っておる。小僧はそちらへ出向いてもらう。重要なものって？名もなき存在が作りし骨の棺。待ってちょうだい。私たちには早急に行わねばならない儀式が。人間どもがどうあがこうとわしには関係もない。勝手に間抜けな歴史を繰り返すのや。しかしノエは違う。新人類だ。わしと来てもらおう。レグナ、古の墓標で主の書の声を聞いたはずだ。我ら新竜族の計画的な秘蔵物たるお前に選択肢はない。ノウエ、考えなさい、自分の未来を。ノウエ、私は君についていきます。俺は神を放れ。それこそが主の書に刻まれしお前の使命。同時に今のこの崩れた世界を救う唯一の正しい方法だ。神を？そんなこと可能なのか？それでこの世界を救えるのか？ああ、こっから違う。何度も言っておるだろう。お前はそのための新人類なの。ああ、変わってる変わってる。考えてもみろ。封印などという人間の馬鹿げたろうは、神がいなければそもそも必要ないのではないか。封印がいらない？神殺し。鬼娘、お前が女を捨て封印の女神とやらになる必要もなくなるということだ。え、こっち？マナの？今なんて？あ、こっちか。エリスか。そんな嘘だろ。知られたくなかったの。ノエだけには絶対に。ここで明かしたか。女神になってしまったらもう女ではないようなものだから。分かったか。神を放ればよいということ。はあ、なるほど。挑む価値はあるかもしれないな。レグナと仲違いしない。それでエリスが封印の女神の席から逃れられるのなら、まあ、レグナがエリスのことを言うか言わないかっていうことだったんだね、分岐点は。ああ、卵。神の、なんだっけ、骨の棺か。ああ、みんな乗ってる。これが骨の棺。まさか、18年前に出現した再生の卵。おお。鋭いな、鬼娘。確かに、どちらも神の作りしおもちゃだ。ここで、ノーウェに何をさせる気ですか？させるか。この中に入ってもらうのだ。骨の棺には生き物を劇的に進化させる作用が、故に小僧も真の覚醒が可能となるであろう。はあ。覚醒すれば俺に世界を救える力が備わるんだな。しかり新人類としての完成形となる。一周目そんなことしたっけ？おもちゃを使って神を放る戦士を生むとは、当の神様気づかぬ企みを。神竜族の資料は海よりも深く、志は山を越えて高い。進化を操るほど、摂理に反しています。
今の世界に摂理があるとでもくだらぬ気分だ。おっしゃる通り。ノエ、こんなわけのわからないものに飲まれるなんていけません。無茶はしないでちょうだい。私なら最終封印として覚悟ができています。いや、俺はやるよ。これがきっと決められた俺の使命なんだ。俺はこの使命のために生まれてきたんだ。いや、そうなんだよね。本当にそうなんだよね。そのために新竜族に作られたんだもんな。しかしでかいな。感じることはない。新竜族の計画は絶対だ。神の卵、もうちょっとちっちゃかったような気がするんだけど、やっぱ違うもんなのか。同じく作ったもんだけど。なんだ、なんだ。大丈夫ですか、ノメ。骨の棺は君を拒んでるわ。君とか言って相変わらず寝起きの悪い奴め。生きてるのか。石は彼のおもちゃゆえ、我らを敵とみなす石がない。だがノエ、恐れることはない。わしらは太古より刻まれし事実を実行するだけを。行け。なるほどね、事実ね。はい。あ、2節 B って書いてるね。はい、この12章まで全部一緒で、ただ全部一緒ってストーリーが一緒ってだけで難易度がもう爆上がりしてるんですよ。すーげー大変だった。全部で十数時間かかってここまで来ました。でもこれ3週やんなきゃないってさ、3週目もっとすごいんじゃないの。もうね、何回ゲームオーバーになったか分かんない。ただ武器もね、だいぶ強い武器をゲットしてるんですけど、ただね、これがつい最近店に追加されて買ったんですけど、これ一番強いんですよ。これこれね、145っていう。でつい最近買ったんでまだレベル1なんですよ。でこれとこれを育ててたんだけど、これがもう弱くなっちゃって、結局この買ったばっかのこれを使うことになるっていう。こんな感じですね。五郎剣とかもう使わない。これ強い。これエリスの槍。これ一本でいける。これとこれだね。はい、そんな感じです。装飾品は未だ HP ちょっとずつ回復していくやつをつけてます。おっと、アイテム補充します。よし。骨の棺と戦うか。え、骨の棺と戦うのかな。多分そうよね。ノエで行くのかな。ノエで行きそう。俺は今神に逆らおうとしているのか。ちゃんとムービーで。神という名は暫定的なものに過ぎる。囚われるな。新竜族が玉座に戻れば、奴はまた名もなき存在に戻る。なるほど。神のおもちゃってことは、こいつを倒しても神はまだ存在するんだな。どうなる。そうですね。ただしこいつを倒さねば神にも行く。門番のようなもの。このおもちゃにはどこまで神の意志が反映されているんだ。まあな、やつはいつだって気まぐれだ。人間を作らせたのも気まぐれ、世界を一掃するのも気まぐれ。いろんな色のクリスタル。おもちゃにどこまで目を配るか、我らの戦いかな。骨の杉には竜の炎が効かない。骨の杉の上に乗り直接攻撃を加える。ほうほうほう。最後の戦いとなる。あ、これ自力で乗れないでしょ。レグナさん、相手が神だろうと何だろうと関係ない。俺は決めたんだ。ほら、なんかいろんな色のクリスタル。ちょどこだ。おい、よいしょ。これで手応えがあった。どうした？手応えはあった。だが骨の杉は異常な波動で震えている。まずい。何か来る。ここは一旦引こう。赤き波動が骨の杉から放たれる。赤き柱は赤き波動を吸収する。おお、そういうことか。
柱の影に隠れるんだ。え、影に隠れる？どこだ？うわ、ワンパンですよ。隠れてたのね。相手が神だろうと何だろうと関係ない。ちょっと赤をまず。俺は決めたんだ。戦いに行く。白ね。黄色、青、ピンク、赤。なら、こっち向いて。でもムービーで、変えられるかな。どうだろう。まずい。何が来る。大丈夫。ここは一旦引こう。よいしょ。ここだ。柱だ。柱の影に隠れるんだ。隠れるんだって。お前のことだからさ。炎。生命を育む気の力。オッケー。よし。この柱は骨の棺の力を吸収しているのか。ちょ、青の波動。青の波動じゃないそれ。いや。ダメだわ。こっち。やっぱ赤まとってたね。炎。生命。すぐ行け。気の力。この柱は骨の棺の力を吸収している。なんで降りれないの？やべ。白。青。わかんねえ。あ、ここ。降りろ。あ、左に時間書いてあったわ。で、もう攻撃しなくてもいいんだと思う。すぐ青い。柱は。炎は覚えゲーじゃない。力を吸収しているのか。で、次は、多分近くに行かないから白だと思うわ。そんな優しさは見せないと。命を宿す母の力。乗っとけ。これが封印の力。右がピンク、左が黄色、奥が白。黄色。すぐ隣来たわ。裏切ってくるね。よしよし、ここ。左が白、右がピンク。かぶりやめてよ。左白右ピンク。ピンク。え？やっぱ。間に合ってる。よし。白。絶対白。魂の力。ちょっとやべ。やべ。位置わかんねえ。で、なにこれ、なにこれ。魂の力、ここです。 OK。 よし、最後はどうすんの。割りに行くか。次元を滑る大いなる時間。よし。次また赤。え？何？こんなところで。水。もしかして命を宿す母なる力。ここで攻撃せえっつうことかね。これが封印の力。あ、そうだ、そうだ。いや、きつっ。ただ隠れるだけだったら簡単だけどさ、でも順番は分かってるから。すげえむずいよこれ。ピンク、ピンク。お前のおもちゃが情けない悲鳴をあげておる。よし。次白ね。すぐで攻撃する。割れてる。たとえ神だろうと、俺は信じる道を進むだけだ。よし。早く隠れろ。次赤ね。時間、空間、次元を滑る。赤の位置わかんない。青がそこだから。これで。お、最後だ。最後だって。なんでわかった？
よしよしよし、最後の戦いが終わったわけだ。やったの？やってねえよ、それは。わからん。手応えはあった。中からなんか出てきちゃってんじゃん。落ちるぞ。え、やばい、動いた。狙ってるのか。え、マナ。そう、これが私の使命だったのね。違うよマナ。違うと思うよレグナ。こいつにぶつかれ。うお、ナイス。逃げてくれマナ。マナちゃん、マナ取り込まれちゃったよ。え、でも素質あるからな、マナ。神と神と融合する素質は十分にあるよ。マナ、マナはどこだ。落ち着け、敵はまだ生きとる。え、マナ出てくるマナと戦う。マナ進化しちゃうってこと。あ、その穴から逃げていきそう。18年ぶりにヨリシロと再会か。本当だよ。あの女どこまでも奴に利用される運命だったな。本当だよ。マナの力を使っているのか。奴は本気のようだ。あらゆる手を使い世界を崩壊させるつもりだ。マナを利用して世界を崩壊させる。ひるむな。今こそ奴の世界を絶好機だ。進め、ノイ。あ、マナを返せ。おお、行きましょうか。最終決戦の様相を呈してきましたね、これは。マナと戦うというよりもマナを取り込んだ骨の棺。マナは、うわ、なんか歌かかってる。忌まわしき神のおもちゃめ。マナ入ってるよマナを救うには棺を破壊するしかない。神の作りしおもちゃ、骨の棺を倒せ。攻撃が当たる。当たってる。うわ、これか、これか。ちょっと覚えある、これ覚えあるよ。意外といける。いや、これ辛いのよ。マナだよ、マナ戦であったね。なんて力だ。ワンのあの娘の能力は相当なもののようだな。さすが18年前に一度世界を滅ぼしかけただけある。ハコの話だ。めっちゃ強かった。マナは決して世界崩壊なんか望んじゃいない。いずれにせよ人間に頼るなど神も焦っておるな。本当だよな。侵入族の脅威をまだまだと感じておるはずだ。この機を逃すな。よし、行こうぜレグナ。しくしょう、マナを助ける方法はないのか。こうなってしまってや、ない。もはや娘の魂が残っておるのかどうかすら定かではない。確かに。そんな、マナは神のおもちゃなんかじゃない。マナは一人の人間だったんだ。生きるべき人間だったんだ。いや、そうだけどさ。そりゃそうなんだけどさ、神の意志とはそれは関係ねえんだ。何をためらっている。あ、これ避けやすいやつ。また俺が必ず助けるから。待ってろマナ。お、ここ食らわないじゃん。アンチ、アンチじゃねえ。やべやべ。攻撃を見極めろ。引きつけて直前で避けろ。はい。あ、意外とそうだ。引きつけ、何それ、何それ、何それ。神に行かずし無敵ね、今。違う、遠いのか。マナ、よしよしよし、当たるわ。俺が必ず助け出してみせる。これ、これ、これなんか怖い。あ、大丈夫。うわっ、うわっ、それ苦手なの。うわ、ちょちょ、どうやって当たる。この身が朽ち果てよう。上下むず。必ずマナのあだを打つ。何それ何それ何それ。おお、
あ、いいねいいねいいね、それ分かりやすい。結構当ててるよ。よしよしよし、いいぞ。あ、当たる。分かんねえ、運だ。もう運でいいか。よしよし、運いいわ。あ、当たりそう。あ、大丈夫。意外となんか見えてるよりもちょっと違うな。空怖い。俺を救うために。よし、なぜだ、めっちゃ近い。いや、よし、もうレグナ操作も慣れたもんよな。散々空中戦がね一番きつかったから、地上戦はまだね頑張れんの。空中戦がきついのこのゲーム。1でも2でも一生に18年あることなんて俺にはどうでもいい話だ。そらそうだな、俺もそう思う。意外と近づいて一撃攻撃とかやってこないからまだ優しいよ。マナー、マナーの優しさが出てるな。うわっ、出た。そういうことやってくんのよな、マナはいつもそうよ。やべ、こわ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 、一撃やってくんじゃん。やってくる。あなたを守れなかったのか。やっぱ赤いあれだね、すごい本能的にわかるよね、真っ赤になったら危ないっていうのは。近づいちゃダメだ、それは。そろそろ斜め来る。やった。じゃあ、HP。神なんか必要ない。まだ。うわっ、ハップな。この身が豪華に焼かれようと。斜め来た。マナの生きるためなら。マナのことどんだけ好きなのよ、お前。エリスが役に、エリス今回いなくなんねえから言っとくけ、絶対封印にならないよね、エリス。うわ、複合攻撃してきてる。よし、いや、いった、紫いって、もう一個。やべ、回復弱いのしかないよ。何それ、何それ、知らない知らない。トムション、嘘だよ、でも お前が攻撃してんだよ。まだやるよ。まあそんなに強くなかったな。マナちゃん、マナなのか。諦めてはいけません。お、マナ、私はまだ助かります。生きているのか、マナ。私は私にしかできないことをするために生きた。罪も償いも、ノーウェとの出会いも全て今という時のためにあった。そう信じます。何をするつもりなんだ。やめろ、マナ。君と出会えてよかった。さよなら、ノーウェ。自我保ってるもんな。恐ろしい小娘だ。神を欺きよった。おもちゃを破壊するために己の身を犠牲にしようとんだ。なるほどね。彼女は自分で世界を守ろうとしたんだよ、最後まで。マナ、ありがとう。さよなら。契約者が死ぬとみたいな話か、同じような感じだね。ノーウェイ、エリス無事だったか。あの女に助けられたの。あら、私はあの女を憎んでいたのに。いいんだよ、仕方ないさ、仕方ないんだ。ノーウェ、ごめんなさい。やはり私がもっと早くに封印の女神となるべきでした。もう引っ張ってやる。そんなこと言うな。マナは使命を全うしていったんだ。彼女の死を無駄にしちゃいけない。本当だよな。俺たちが生き残ったのはやるべきことがまだ残っているからだ。しかり
おもちゃを壊しただけで安心しておって。神か。神との戦いはまだ始まったばかりだぞ。エリス、俺たちはマナが築いてくれた道で新しい生き方をしよう。自分が女神であるとか新人類であるとかもう関係ないのさ。俺たちはただ俺たちであり続けるべきなんだ。ノウエ、門は開いた。あとは神、お前を始末するだけぞ。なるほど。ドラゴンは神竜族としての歴史を忘れず、血の記憶を尊んで生きてきた。そして今、神という名の存在を凌駕しようとしているわ。新人類という強力な武器を得て。この世界が神という鎖から解き放たれるためなら、俺は武器にだってなるさ。果たしてマナの死をかけた願いはそこにあったのかしら。エリスも乗ってんじゃん、アークドラゴン。今となっては探るすべもないわ。私たちに残っているのは戦、ただその果てなき荒野。うわ、赤ちゃんだ、赤ちゃんだ。なるほど、俺たちの戦いはこれから大エンドだ。これが二つ目のエンディングですね。ただ一つ目のエンディングではエリスが犠牲になって他の人たちは助かった。で、二つ目のエンディングはマナが犠牲になって他の人たちは助かった。で、これからは神と戦っていこう。一つ目は神を封印したんだよね。封印した、うん、エリスが女神となることによって神を封印したっていうのが一つ目のエンド。二つ目のエンドはマナが犠牲になって封印はもうできないんだけど、神を倒すべき武器を手に入れたというか、で、神とこれから戦っていこうよっていうエンディングが二つ目ですね。で、三つ目がどうなるのかだよね。まあ、順当にいけばノーウェイが犠牲になる、レグナが犠牲になる、誰も犠牲にならない、全員死ぬ、全員助かる。まあこうどうなるかな。いや待てよ、マナとエリス両方失うっていう道もあるか。ドラッグオンドラグーンだしね。あの1のエンディングはもう絶望しかなかったからね。ただ A エンディングが一番救いがあったんじゃなかったかな。あのアンヘルが犠牲になる、アンヘルが封印になる。で、その結末から繋がってんのがこのドラッグオンドラグーン2なので、あのアンヘルが封印されてましたよね。まあ解き放っちゃったけど。で、それが一番平和な、アンヘルだけ犠牲になるっていう平和なエンドだったんですけど、他の B、C、D、E はもうその順を追うごとに悲惨になっていくっていう絶望しかないエンディングが5つあったんですけど、今このドラッグオンドラグーン2の1つ目のエンディングは、まあマナ、エリスが犠牲になったけど世界は平和で、2つ目マナが犠牲になったけど戦争を続けていこう。で、3つ目気になりますね。気になりますよね。気になるってことは3周目やんなきゃいけないっていうことなんですよいや本当にね、2周目きつかった。もう何日やったかな、もう何日も経ってますよ。あのオープニング撮ってから何日も経ってます。で、十数時間って言っても、そのセーブしたなんつうの時間で見てるんで、あのゲームオーバーになったらそこ多分カウントされてないんで、多分20時間は優に超えてると思うんですよね。とんでもない数ゲームオーバーになってるんで、あのまずボスは強い。まあそれは当たり前なんですよ。ボスでは毎回5回以上は死んでるんですよ。あの守護者とかね、あのヤハとか、なんだか名前忘れた、サンジみたいなやつ違う、
まあそこら辺はまあまあ強かった。ただもっと鬼畜なのは長いダンジョン、長いダンジョン行ってて最後の方で死ぬとまた最初からになるっていう、ね、ザコも相当強いんで、最初の方ザコがすごい柔らかくて、あ、これは楽勝だと思ってたんですけど、8章あたりからもう急激に強くなってくるんで、そっからきつかったっすね。で、もっと鬼畜なのが空中戦。空中戦は本当にザコの一撃で5分の1とか体力減るから。で、一撃必殺持ってるやついっぱいいる。あの、死神とかね。あと、ボス級は大体一撃必殺やってきたりする。なのでね、空中戦がきつい。レベル上げすればとかそういうレベルじゃないような気がする。レベルは最終的に50くらいでしたね。レグナが40、最後44とかだったかな。真の終焉を目指す者、さらなる困難な道を歩む。ほら、困難だとか言っちゃってんじゃん。はい。やりますよ。やりますよ。残りエンディングは一つです。クリアボーナスとして、風装破天の鼓動を獲得しました。うん。ユーリックの武器はそんなに強いのなかったから、助かるわ。マナの、杖とかくれない？くれないわ。はした金か。ホーリーエリスオーブを獲得しました。あ、なんかね、これクリアでもらえるやつは、なんかリアルフェイスみたいなのをもらったんですけど、ユーリックが素顔になるってだけだったんで、これ多分エリスが、なんか違う格好になるとかなんじゃない？ナイトノエオーブ。あ、これも、ノエが騎士団の格好になるとかそういうのなんじゃないかな。ムービーが追加。エンディングだろう。ドラッグオンドラグーン2。あ、今度ノエが喋ったな。一つ目クリアした時は、レグナが喋ったんですよ。これ、本当のオープニングでは喋んないですからね。このエンディング終わった後しか喋んない。貴重ですよ、これ。はい。ということで、いかがだったでしょうか。二つ目のエンディング。まあ、まあまあ、良かったと思います。かっこいいエンディングでしたね。はい。ということで、三つ目のエンディング、やっていきますよ。次回ですけど、まあ、やるのには一週間以上かかるんでしょう。頑張っていきます。ということで、これで、ドラッグオンドラグーン2、二つ目のエンディング、終わります。歪んだ偽りの世界。ちょっと、うるさい。はい。ということで、これ喋んないでしょ？喋んないんですよ。普通喋んないの。はい。ということで、これで、二つ目のエンディング、終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。